先ほどの彼には見覚えがある。チェンジラボ解体の発端となった7番目の実験体だよね。蓮徳寺、君はどこまで関わっている？シセルのこと？俺は家をなくした気の毒な子を預かってるだけだよ。とりあえず一息ついたら彼にお茶を用意させよう。君は人造人間に召使いまがいのことをさせているのか？とにかく知っていることを全て話せ。隠し立てするつもりならこちらにも考えがある。怖い怖い、まるでハリネズミだね。心配しなくても、聞きたいことがあるのならすぐにでも博士を紹介するよ。この後は暇？ああ。だが君の世間話に付き合うつもりはない。今すぐ彼のところへ案内してくれ。光はなく、あるのは虚しさばかり。これが僕の夢見てきた正義の力に守られる世界。嘘だ、こんなのは違う。ラボの技術は無力な人間に悪に立ち向かう強い力を与えてくれた。罪なき命は守られ、平穏な世界が訪れると信じていた。だが現実はどうだ。人々は愛する者と引き裂かれ、住む家をなくし逃げ惑う。手にしていた小さな幸せも灰となって消えていく。どうしてこうなる前に気づけなかった。こちらの力が増せば相手はそれを凌駕せんと欲する。破壊の連鎖は尽きることがないんだ。断ち切らなくちゃいけない、今この瞬間から。だけど僕なんかにできるのか。ヒーローにもなりきれないちっぽけな人間に。僕は半端で弱い人間なんだ。君と違ってヒーローにはなれないし、かといって傍観者に徹することもできない。おかしいよね、今や肩書きすらないくせに。慰めはいらないよ、正沢君。全部本当のことなんだから。でもどうしても諦めきれないんだ。取り返せないほどの過ちを犯してきたけれど、まだ前を向きたいって思ってる。だから決めた。一度上がった舞台からはもう降りない。これからは自分の気が済むまで戦い続ける。かっこいい。僕がそんな形容詞に見合う男になりたいものだね。ライトダブルウィング、君のように。